やってる？やってますよ。やってんチャンネル。はいどうも、やる気元気よつきあさとよつきでございます。そしてあなたの遊び心に電源オン、電源ゆきでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、電源さん買い物シリーズです。なんか結構もうなんていうのかな、ほとんど買い物シリーズ多いね、やっぱりで、今回はですね、発売日が、2023年の9月の、9日、この日にですね、あるものが発売されたんですけど、最近我々ベイブレードにもハマっておりまして、以前もねベイブレード X か、ちょっと買って開けてましたけど、今回ですねそれの新作が出たというわけで、買ってきたわけなんですけど、はい、それが、こちら、ベイブレード X、ランダムブースターというものですね。で、名前がランダムブースターということなので、中身がですね決まってないんですよ。はい、ランダムです。一応これメタルバースト時代に始まったみたいで、ベイブレード X で出るのがちょっと早くねっていうコメントがあったんだけど、この6種類の中からどれか一つが手に入るという感じです。でその6種類のうち何個が新作？そのうちちょうどレアであるこの紫のシャークエッジっていうやつが新作です。新作1種類で、残りの5種はね、既存のやつ4種類をカスタムしたやつ、基本のやつね。黄色でシャークエッジのさらにカスタムしたやつ、さらにカスタムといってもね、色が見たら分かると思うんですけども、既存のやつのパーツをシャークエッジつけましたみたいな感じなんで、ちょっと外れなんですよね。上だけが新しいだけで、一応新規枠というのに一応入れれば、6種類中2種がある意味新シリーズか。で、既存が4種類っていうことになりますね。中はランダムなので、パーツ3つね、ベイブレード1個でパーツ3つに分かれますけど、それもランダムというわけですね。ちなみに6つのうちのカスタムがこういうふうに書いてあるんですけども、それぞれね、一応今回出るこのやつの新しいパーツが何個か入ってるやつのカスタムはあるんです。だから最悪これが当たらなくても、こことこの辺のどれか当たれば、とりあえずこれがもどきが作れるという。もどき。となってます。天元さんどこ狙いですかね。一応ね、とりあえず新作のここと。天元ナイトシリーズ好きなんでね、ナイトが欲しいんですよね。あと皆さんね、結構コメント多かったんですけども、このドランソードの黒、初めての黒なんですよ。黒いいね。だからこれがね結構人気高いんですよ。下手したらこれもな、こっちの方がレア度高いじゃねみたいな。でもこっちにレアって書いてるからね、ちゃんと。で今これ1個ありますけど、とりあえず1個開けましょうか。ちょっと開ける前にね、ちょっとこれのね説明文、ちょっとここに簡単に説明させていただきます。一応まだアニメとは出てないんですけども、漫画ではこのキャラクター、明海メイコさん、メイドさんっすよ。メイド、ちょっとキリッとした女性の方、好きですわ天元。あれでも天元メイド属性は？いやそんなにないです。だったよね。どっちかというと褐色美人。そうだよね。ただ今まで出てきた女性、ちょっとウィザードとナイト使ってるやつが、ゴシキっていう女性の方なんですけども、アイドルね。それに比べたらまたこっちの方がお姉さんっぽいのにね、お姉さんっぽいのが好きですよ。なるほどね。で一応このシャークエッジっていうのは攻撃型のカスタムにされてます。かといったらドラソードの上位ボタンです。でまず上のパーツがこれ下から上に上がるようなパーツコースになってて、感じたらね下に潜り込んで上にバーンって弾き飛ばすような形になってるなんです。一応ドランソードもそれになってるんですけども、それよりも角度が急になってるんで、より遠くへ飛ばせるというタイプです。でここで、あと真ん中のパーツはね、まあ、60って言うてね、まあ、ちょっと低めのやつなんですけど、これは既存でもあるパーツなんです、うん、で一番の見どころがここのビット、はい、ローフラットって言って、はい、フラットっていうのは、まあ、ドラムソードに入ってるパーツなんですけどね、うん、でこれよりも1ミリ低くなってるんですよ。1ミリ低いっていうことは下に潜り込みやすい。そうだね、うん、で下から弾き飛ばしやすくなるし、うん、このベルデックスはね、真ん中のパーツにこの上のパーツが当たったりすると、うん、粉がいくだけ安くなるんですよ、うん、だから下に潜り込んで真ん中のパーツを直接狙うという、なるほど、超攻撃的なカスタムができるんですよね。さすがシャークさん。そうで、そういう風なカスタムされてるのがこれで、うん、で他のあたりもね、ちょっと書いてあるんですよ、ローフラット版ってか書いてるの何個かあるんですけども、うん、下が潜り込んでこいつできるよっていうようなカスタムもやつもあるんでね、うん、もうビットとこれ絶対欲しいですわ。おー、一応8月13だったかな、はい、ナイトシールドのね、逆にこれは低いんだけど、うん、高い背の高いバージョンも出てるんですよ。ほう、これは攻撃してきたらもうイメージしたらね、上からボーンってぶん殴って相手を地面にたきつけてスタミナを奪うっていうようなカウンター型のビート出てるんです。はい、その逆版と考えたらいいですね。うん、というわけで早速開けていきます、はい、長く説明ありがとうございます、はい、で今回はね、すいません、カットナイフないんで、ね、ちょっと一旦外します、はい、カットナイフ忘れてしまったんですよ。天元何やってんだよ。カッターは高かったというよりね、天元ね、カッターナイフでね、ちょっといろんなもんちょっと開ける用事があったんでね、それ使ってたんですよ。なんで今持ってきてないんだよ。それで車のここに入れとけよ。入れようと思ったけどな、無理だったよ、忘れたよ、ごめんなさい。でまず1個目、はい、ランダムです。はい、ランダム、せーのドン。黒いこれは分からない、これは分からない。さすがランダムブースターはこういう風になってんのか知らなかったな、今ブースターは。へえ、うん、いつもね、普通の透明のねビニールだからね、うん、ね、ちょっとこれちょっと汚いんですけど、上の5本を動かします。あ、ちゃんとこれ3つに分かれてる、一個一個。ああ、なるほどね、うん、じゃあまずの上のパーツから開けていきますね、はい、ちょっと待って、切り込めないからくっつけ硬い。ほら、さあ何が出るかだけじゃわからない。ドン。はい、おお、これはヘルサイズ。はい、緑ですね。でも緑かっこいいな、これかっこいいね、うん、意外となんか合うな、めっちゃかっこいい。ってことはまあちょっと天元からしたらちょっと外れではあるんですけども、うん、残りのパーツちょっと上げていきますね。ちょっと待って、本当に硬い、本当に硬いです。ちょっとすいません、カッター、うんね、あ、これもめっちゃ綺麗。うん、ただどれかわかんないけどね。ね、なんだろう、残月みたいな色だ、仮面ライダー残月ってことはこれ色的と残月というとなんか縦だからガード型かな。なんか今ならなかった、調整。はい、はい、こういう感じになってます。ビットね、ビット、これは、あ、これが新しいビットです。おう、ちょっと色は違うけどよかったじゃん、当たって。うん、まあとりあえず私パーツが当たりました。はい、まあこれは組み立て砂にトンと置いとこうかな。あ、間違えた、ちょっと後で拾いますはい、でとりあえずこれ1個目っていうことだったんですけども、はい、実はあと、はい、1つ、はい、2つ、はい、3つ。一応宇月さんの協力のもと購入制限2つで買ってもらいました、はいはい、2つずつで4つ買ってもらいました。はい、じゃあちょっと開けていきますね、はい、次2つ目、買った、本当にいるなこれ今度はもうちょっと常に置いとくようにしときますわ、うん、もうちょっとね、一応ベイブレードはね、ちょっと傷がついたりとかしたら大会とかで影響あるんでね、めっちゃガチガチに止められてるのは分かるんですけど、本当に硬い。よいしょよっしゃ、まず1個いきます。はい、ドン。リザードアロー。はい、これも既存ですね。ちょっと色茶色か。あ、でもいい色じゃん。なあ、渋い。ウィザードアロー、よつきさん、ちょっと待って。ヘルサイズいい、ウィザードいい、これ、よつきさん、あなた狙いました？いやだってさ、なんていうの、商品のプレート持ってって、レジでそれ渡して、購入個数を聞かれて、店員さんが持ってくるから。店員さんが仕組んだか。そういうことだよ。グルか。まあいつもね、そこではごひいきにさせてもらってるからね、特に天元がね。はい、これは D ビットなんでバランス型のウィザードアローになりますね。バランス型、オレンジ、茶色、オレンジとこういう感じです。こうするとちょっとかっこいい、うん、いいね、いいね。ちょっと緑が落ちてしまったから、ちょっとすごい悔やまれる。じゃあ3つ目いきます。はい、当たるかな。今のところ既存、しかもパッケージの表面見たら左側のやつが当たったわけね。そう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 。手に欲しいのが当たってないという。シャークエッジが欲しいよ、ナイトが欲しいよ。俺的には黒いのね、黒龍ね、かっこいいからね。うん、それも確かに見てやん、うん、見てはみたくないよね。いきます。よいしょ。ウィザードバブったー。バブったー。バブったー。これどこにも開けるべき？開けるか。開けるべき。開けるべき。わかりました。開けます。もしかしたらパーツ違うかもしれない。あ、一緒だな。そんなことはない。一緒だな。オレンジのパーツだな。ってことはこれ緑。またヘルサイズ当たった。これある意味ちょっと流れ込みに行くぞ、店に。今からあいつを、今からこいつを殴りつけに行こうかだっけ。いや、ごめん、知らん。やー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 2つ、うん、分けようか。はい、じゃあラスト、ラスト。あー、ダブらないでくれ、ダブらないでくれ、お願いだからダブらないでくれ、お願いだからダブらないでくれ、お願いします。ダブらなかったら天元は何もしないけど、ちょっとお前ちゃんと抵抗すな、抵抗すな。すごい抵抗する、この子えらい抵抗する。期待できるか、期待できるか。こっちかい、残るパーツがすげえ抵抗すげえしてやってる。よいしょ、いきます。せーの、ドン。おお、黒い黒龍。おお、黒龍きた。おお、黒っていうよりまあグレーか。グレーだね。うん。でも黒っぽい。かっちょいい。サメコズ。サメコズ。ナイトもコズ。なんだと？じゃあ残りのパーツが。ああ、でもシャークエッジ新しいパーツは欲しかったな。まあ下のパーツはね。とりあえずは一つは手に入ってるんでね、うん、あ、でもこれ真ん中は白だ。あ、いいな、めっちゃいいね、白。うんで、これビッチ下がね黒だと俺笑うぜ。いや、でも黒じゃないの。黒だ、うん、パンダだ。パンダだよ。で、ちょっとつけますね。つけると、あ、これはこれでかっちょいい。うん、いいじゃん。うん、ちなみにこのドランソードの方は持久力型のドランソード当てます。へえ。長く回れるようなタイプです。うん、最近ね回してる感じはね、長い持久力の方が強いかなと思うんでね。はい、ちょっとすいません、こっちはねちょっとパーツちょっと落としてまたやって拾います。こんな感じで、うん、3種類当たりました。4つ買って、4つ買って3種類、まあいい方じゃない。まあね、2種類。新作のねサメが来ないのがねちょっとショックなんだけどね。あとナイトシールド欲しかったな。うん、ちなみに皆さん報告します。ドラーソード、ヘルズサイズ、ウィザードアロー、これよつきさんのデッキです。そうっすね、チームです。そうっすね。仕組んだ？仕組んでない、仕組んでない。さっきも言ったじゃん、店員さんがランダムで持ってくるって。まあですけどね。仕組んだ？仕組んでない、仕組んでない。なんかそう思いたくなった。知り合いの店員さんだったけど仕組んでない。なんかそんな気がして仕方ねえ。いや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 。まあまあ、またね、ちょっと機会上がったらね、まだ電源買ってきますわ。買いますわ。うん。売れの、残ってたらね。まあこんな感じでね、色もね、本当にいい色だよね。いい色だね。ちょっとすいません、中身黒かっけえな。黒かっこいいよな。黒かっけえな。なんか足りねえ。足んないけど、ちょっとすいません。足りねえ。すいません、ちょっとないんですけど、今すいません。でも本当にいい色だよな。いい色。これが人気出てるっていうのよう分かるわ。分かる。ね。なんかこれね、バトルで使って汚したくねえな。いや、汚れてこそ価値があるってダクドの社長言ってたな。こういうまあなんか戦う系は汚れてなんぼでしょうね。こういうぶつかる系とかはね。以上となります。ちょっと残念な結果になりましたが。そうですね、でも本当にいい色だな。これ完全にカラーリングがめっちゃ綺麗になってる。だん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 いいね。うん、いやバーストバーストバストしてるよ、その緑はね。えはい、以上となります。はいで、まあちょっと尺がまあちょっと短いんで、はい、ちょっとまあ雑談もしようかなとは思うんですけど、はい、まあちょっと今後の話もしていこうかなと思うんですけど、はい、まあ今9月なんですけど、まあ投稿できるかどうかわかんないんですが、はい、ちょっと特別編的なものをね、ちょっと計画しているわけですよ。ほう。まあ大概このチャンネルね、まあヨツキと天元の野天チャンネルなのでヨツキと天元が出てるわけですけど、まあたまにねユイハがね登場してきますけど、ちょっとね豪華にねやる回をね設けているわけですよ。ほうほうほう。チームアースがね揃うんじゃないかっていうちょっとイベントをね、イベント違うな、まあちょっと予定を組んでいるわけなんですけど、まあちょっと全員揃うのはね難しいんですけど、まあ今ちょっとみんなに声かけてね、集まろうっていう話をしているわけなので、集まれればまあちょっとデュエル動画をまた撮ったりとか、まあ今デュエル動画ちょっと撮りためてるやつもあるんで、それも少しずつ出していこうかとは思うんですけど、久々にチームアースがね何人か揃うっていう、まあここの2人以上が揃うっていうのはねまあめったにないもんなんで、まあちょっとお楽しみにしていただきたいなとは思うんですよね。どうしよう次、俺人見知りだから喋れるかな、うまくできるかな。喋れるだろ。天元人見知りだから喋れない。喋れるわ。この配信だって喋れない。喋っとるやろ。私日本語喋れます。喋れてるやん。喋れてるやん。人と話すの恥ずかしいです。いやいやいや、何をおっしゃる。しかもチームアースメンバーだからもう勝手知れたるっていうか知れたる中でしょ。天元 AD フィールド張ってます。いや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 、心の壁全開です。えじゃあまあ確定しているメンバー的にね、天元さん実写でやるか。実写でやったら多分ね、いろいろとモザイクかけないといけないような行動が入ると思うけど。私その企画姉さんに任せようかな。やめてやめて、その人呼んでない。でまあ何かというと、まあちょっとチームアースメンバーで旅行行こうかなっていう話をしてるんですよ。異世界。異世界ではないな。異世界行きたいけど、ちょっとね、トラックにね引かれないといけないじゃん。それトラックな、うん、高いよね今。まあ近くに今トラック止まってるんですけどえトラックロイドじゃないとあかんの。いやいやいや。でまあちょっと計画立てているわけでね、ちょっと集まってのんびりしましょうかとかね、収録しようかっていうような感じでちょっと計画をしているわけですよ。はい、どうなるかがね、まだ全然決まってないんで。カオスだな。うん。絶対カオスになる。直前までには旅のしおりとかいろいろ私作るんで、まあそれでいろいろ行動しようかなと思ってるんですけど、今確定しているメンバーが、私浅戸よつき、そして天元遊戯、そして雪風おが今、100% 確定している状態ですね。であと3人がちょっとまあ未定状態なんですけど、まあ、どこまで揃うかがねちょっとお楽しみなんですけど、一応まあ過去のまあ配信とか見ていただくと一応みんな参戦はしてるかな。1人だけ声のあいや出てるわ出てるわ、なんかテーブルゲームで1回やったね。やったライオンもやったね。ライオンも参加してたね。だね。でゆいははサバゲーでよくね参加してくれてるし、雪風は一度私がちょっと関西から出た時に、一緒にねゲートルーラーかのカードゲームあれをね開けるっていうのをちょっと参加してもらったりと。で、ネグジェは、カード開封ねやってたんで、一応まあ全員はこのチャンネルでまあ登場はしているので、どこまで揃うかですね。ちょっとプレゼント企画でもやってやろうかなって思うんですけどまあ、できればコメント欄になんか答え書いていただいたら、まあ、抽選で何か、まあ、当たった人の抽選で何かちょっとプレゼントしようかなと考えてるんですけど、このまあ全員が集まるかっていう、まあ、もの何人揃うかをちょっとね皆さんに考えていただきたいなと。チームアースメンバーお前ら答えんなよ、お前ら知ってんだから天元わかんない。いやわかるだろ、グループラインで喋ってんだから天元人見知りだから喋ってない。いやいやでまあそのね誰々が来るかっていうのを見事当てた方から抽選で1名様にちょっと私からプレゼントを用意しようかなとは考えておりますので、まだ何をねお渡しするかとかも何も考えてないですけど、まあ、ちょっと考えておきますので、よかったらコメント欄にねまあ、よつき天元、雪風は来るんであとは3人誰が来るかなーっていうのを当てていただければなと。見事だった人にはちょっと私からねプレゼントを用意したいと思いますので、お楽しみにしていただければなと。分かった、はい、悟空ベジータフリーザが来ます。誰だよドラゴンボール来ねえよ来たらびっくりだわ。じゃあエドワード・レリックアルフォンスなんで鋼なんで今鋼出てきた。じゃあアイちゃんアクアマリンルビーで一人死んでますけどいや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 じゃなくてリアルにチームアースあと3人いるでしょ。ネグジェライオンユイハ。ライオンはだからネグジェユイハライオンの誰が来るかね。いやこれ見事当てられた方すげえなって思うよ。俺なんだよ俺。お前は来るだろ。俺当てれた。いやお前は絶対当たるから君知ってるじゃん誰が来るかって。応募していい。いや応募しちゃダメ。チームアースメンバー応募しちゃダメ。あんたアースメンバー抜けるから応募していい。いややめろやめろその場合お前旅行に来れなくなるとやだー。いやまあ呼ぶけどやだー旅行行きたい。人と喋るの嫌だけど旅行は好きなの。いやまあね私かなり頑張ったような気はしますよ。声かけて本当に頑張った声かけて、うん、ね泊まる場所も手配して、でこれからあとはね旅のしおりを作るんで、ちょっとまあ日中大忙しになるんですけどね、平日休日両方ともちょっとピポピポ鳴ってるけど。お迎えじゃないよつきさん過労で。いやいやまあ過労ですけど、ちょっとねリアルな方のね表の仕事もねちょっと今すごいハードでね、すごいよ愚痴るつもりはないけど、今ねほぼ俺以外みんなのんびりしてるから俺だけがバタバタしてる状態。まあ上司もバタバタしてんだけど差が激しいんでね。おい早く働けよほらっていうような感じよ今。いやほんとつらいけど、まあいやそこはいいんですよ。旅の終了をね私は頑張って作るんですよ。それがもう楽しみ。酒飲みながら作るし。天元酒飲めないんだけど、まあ、まあ一応ね、旅行はちょっと美味しいもの食べようかなとも思ってるんで。で、まあ、メイヤボタン、いやごめん、イノシシは出ないと思う。ああ、牛は出ると思うけど、ね、マヨネーズ、は多分出てこないから、以前こういう YouTube 活動する前にチームアースで旅行よく行ってたんですよ。でその時に私が前計画したのは、有馬温泉に、まあ、みんなで行こうっていう時に天元にちっちゃいマヨネーズ持たせて旅行行かせたんですよ。でマヨネーズつけて食ってましたからね、旅館の料亭の料理。すっげえ目で見られてた。そらね。でも気にしない、好きなの食べるのが幸せなんだ。でも何かと受けは良かったけどね、身内は、うん、雪風もねマヨネーズつけて食ってたからね、うん、ワオって思ったけど。というような、まあ、ちょっとイベントというか予定を組んでるんで、まあ、デュエル動画を撮りながら、あとまあそのね旅行風景とかもちょっとまあいろいろと映したりとかしながらやっていきたいなとは思っておりますので、まあ、それが公開されるのは結構後かもしれないですけど、まあよければお楽しみにしていただければと思います。早くしろよ、楽しみにしてんだよ、早くしろよ。まずその旅行行かせろよ。であとまあその後の予定で言いますと、ちょっとごめんなさいね、日付忘れちゃったんですけど、サバゲーのイベントにもチームアースの、サバゲーチーム野天堂がね参戦は予定はさせていただいております。頑張れ、お前も行くんだよ。はいはい。すいません、はい、スーツサバゲーだったかな、紳士淑女サバゲーだな、うん、スーツでの参加ということでね。いやー、普段私はスーツ着てるんですけど、天元とゆうへいがスーツ着てないんですよね、仕事柄。暑苦しいじゃん。まあね、暑苦しいからね、うん、だから正直見慣れない天元とゆいはの姿が見れて、俺はうわー普段着てないから似合わねえって言って笑いながら狙撃します。俺変身スーツを着てやろうか。あ、そっち、あ、そっちのスーツ多分入場禁止になるわ。まあそうだね、うん、というような、まあ、サバゲーイベントの方にも参加予定はしておりますので、まあ、そっちもね、また、撮って、まあ、このチャンネルで配信しようかなと思っておりますので、まあ、そちらもね楽しみにしていただければと思います。はい。にじます。にじます。おかます。おかます。おけます。おけます。突っ込んでくれます。突っ込まないます。くそったい。へへへ。いや、てかどう突っ込めばいいのかわかんねえんだよ。そのためのお前だろ。まあそうだけどさ、いや今のうちにね突っ込みをちょっとね温存しとかないと、チームアースね全員揃った時すごいからね。そうそう、全員チームアース6人いるんですけど、6人中5人がボケなんで。ツッコミ1人なんですよ。いや前はライオンもツッコミだったんだけど、みんな今はねボケ担当なんですよ。1人で突っ込むの大変なんですよ。そうそう、めっちゃ大変なんですよ。全員もうボケまくって本当に大変なんですわ。お前もな、お前もボケだろ。はい。以前のサバゲー配信のちょっと私ね休んじゃいましたけど、ゆいはとね天元が2人でやってツッコミがいねえって言った時にゆいはが言ってたけど、俺らボケだもんなって言ってたやん。人をボケって言うなよ。ボケ担当なんだから仕方ねえだろ。それ以外の言葉見当たらねえんだよ。はははははは。いやー、ボケに楽しいね。いやツッコむ身にもなって、いやツッコミ楽しいけどさ、いやツッコミはね、もうすいません、前回でもう自分間に合った。もう無理、すげえと思った。なんていうの、いいツッコミをさせる振り方をしてって言いたいけど、みんなねそれぞれでボケをするからツッコミがねさばききれないのよ。もうみんな好き勝ってるから本当に今な。お前もな。お前もな。はい、すいません。お前も好き勝手やるだろう。てかチーバースみんな好き勝手やるからね。いや悪いことじゃなくていいことなんだけど、本当に競争性の操れないやばってお前が言うな。はいでね、本当にねみんないいやつらなんですよ。それをねヨツキだけがねツッコミ入れてね、こいつらバカだなってやってるんですよ。俺が一番ひでえじゃねえか。そうだね、やべえわ。うんまったくバカなやつなら相手は疲れるぜ。お前が言うな。俺が言うならわかるけど。すいません。というようにね、天元さんこうやってボケていくわけですよ。いやこういうボケならまだねすぐ突っ込めるんだけど、あとみんなテンポが速いのよね。5人いるからね、本当にさばききれないのよ。さばくの好きだろ。好きだけど嫌いではないけど。下道め下道じゃねえよ、加藤め加藤加藤です。はい、砂漠の上等だろ。え、砂漠の上等。上等ではないけど。なんだよ。ツッコミまだまだだな。そりゃね、こんなんでもうあいつらちゃんと出すな持ってられると思ってんのか。いやまあそれもそれで面白いと思ってるけど、相手突っ込まない。あいつらの立つんだすぐちぎれんぜ。いやまあな、ちぎれてねどっかで飛んでっちゃうけど、なんとかしてくれよ。無理だよ。結論から言うけど無理だよ。突っ込んで俺の身にもなってくれよ。突っ込んでないだろお前、はい、体だけ突っ込んでんだろ。はい、すいません、はい、すいません。ボケに対しての突っ込みがねえんだよお前らは。すいません、はい、はい、すいません。いやまあそれでね私が楽しんでるわけですけど、まあ、そういったねイベントというかまあ予定とかがあるので、まあそれをね皆さんにもちょっとお見せいただけできればなと、まあ、こいつら本当にバカやってんなーっていうのをね見ていただければいいかなっては思いますね。本当にバカな相手は疲れるぜ。お前が言うな。すいません。はい、というようにねちょっと今後はそういう風な予定もありますので、まあ、お楽しみにしていただければと思います。じゃあまあコメント欄の方にね誰々が来るかっていうのをね予想を書いていただいて、でもし当たってる人いればですね、まあ、抽選で1名様に私から素敵なプレゼントがまあ送られるかと思うんで、まあ、一番手っ取り早いのは天城なんだけどね。ね、うん、あ3人来るの分かった。ギーツナーゴタイくん来たらびっくりだよ。バッファ知らねえ。いやバッファがいいな。まあ多分ね晩ご飯でね牛が出るからねある意味ゲスト参加はしてるね。ああキツネと猫とね、うん、タヌキはね絶対出ないね。出ないね。牛は出るね。出るね。まあ食べる側で出るのかよ。うんそこを突っ込みよお前。いやどうしようかなと思って、もういやボケ殺しもねちょくちょく入れていかないと。殺すな殺人鬼。いやいやいや、じゃあ殺ボケ人。いやさ殺す系だったらねやっぱりシリアルキラーの言葉が好きなんですよね私。でも私ね別に根に持ってるわけじゃなくて、普通に天元が姑息って言われて気に入ってるようにライオンに言われたのがちょっと気に入ってるんですけど、詐欺師って呼ばれたのが。え下道って言われたのだっけ。あ下道か。じゃあすいませんすいません詐欺師だってます。はい、TRPG やった時にライオンからね「ヨツキは詐欺師だろ」ってなんとなくって言われたけど、うん、なんか意外とね気に入ってるんですよ。おかげで遊戯王で闇道化師の詐欺のデッキ使おうかなって思ったもん。どんなんだっけ。いやもうウイルス系だよあれは。なんか闇ネジでコルク3倍になってなかったっけ。やりたいけどねカード化されてないんですわ。闇エナジー。闇エナジー。ああ闇エネルギーは300アップだし、しかもあれ悪魔族だけだろ。詐欺って悪魔だっけ。詐欺魔法使いです。闇属性魔法使い族です。使う意味ある。いやでも普通にディメマ要員かなっていうぐらいしか。ディメマか。あいいこと考えたかもしれない。まあちょっと作っとくかなこの詐欺師名。はいということでね、まあいろいろとちょっと後半ね話しましたけど、ベイブレード X ねランダムの方、まあ黒龍人気があるっていうのが当たったから、まあとりあえずよしかなとは思うんですけど、あとまあ新作のね、ビットの方だけは当たったんで、はい、とりあえずまあ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 今までのものだけしかないっていうよりかは、とりあえずはまあいい結果になったのかなと。まあカラーリングがめっちゃいいからね。うん、かっこいいね。下げられた。うん。ん？いや、詐欺はしてないよ。詐欺はしてない。リアが絶対当たるって聞いたのに、下げられた。いや、絶対当たるとはならんだろ。レア1個しかないんだから、6分の1だよ、それは。よつきファイナンスからは当たるって聞いた。ファイナンスってどこだよ。知らねえよ。野天チャンネルで当たるって聞いたのに。いやいやいや、野天チャンネルで当たるのは、旅行のメンバーを見事当てた人が抽選1名。野天チャンネルに登録したら宝くじとかこういうのがすぐ当たるって聞いたのに。いや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 、そんな詐欺まがいなことしませんから。まあ登録はしてないですけど。まあね。いや、しろよ。いやいやいや。まあ、チャンネル登録してくれると嬉しいな。いいねもしてくれるといいな。いいねしてくれるといいな。高評価してくれるといいな。高評価してくれるとさらに嬉しい。点検もう一回出してほしいって言ってほしいな。いや、それはいらない。いや、いる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 いらないいらないいらない。また宇月さんの女性版宇月さんが見たいな。いやだ、やめて。次はね、ちょっとね、これ撮り方、まあ我々がこうやって収録してる時にマイク1個でやってるんですけど、これ別部屋でマイクとかって分けることができるんだったらボイチェンとかね、いろいろと使っていろいろとやれるんですけど、ちょっと一人で一つのマイクでやってるんで、ボイチェンでやろうとしたら2人とも丸ごとになるのよねって感じ。いや、そうはならんけど、いや、声高くとかの調整したら女性ボイスに変えることができるんだけど、まあそれやると2人とも丸ごとになるのよね。声を高くか。姉さんやめろやめろ。えいや、じゃねえよ。まあちょうどいい時間にもなりつつあるんで、まあ今回はこのぐらいにしようかと思います。やだ、天気もなかやらない。次回は何ができるかな。次回まあ多分フリートークになるか天気の買い物になるかなとは思うんですけど、そろそろ世月何か買ってこないのかってはなるんですけどね。いや、もうそれはちょっともうやめて。もう新シリーズ新しいのね、ガチャと出てるから。あ、世月さんあれ頑張るの？何を？なんか戦隊系のロボットなんか出たじゃん。え、戦隊系のなんかロボット出たじゃん。ロボット？うん、大レンジャーの。あれね、買いに行こうと思ったらなかったんで残念ですね。いや、そっちじゃなくてタツノコの。いや、そっちは買わない。タツノコのあれを買わないんだ。いや別に、うん、そっちは別にいいかな。あれあったらあれ1つ買うだけ5体のロボットがつくんだぜ。いらねえよ。お得じゃねえ。お得じゃねえよ。まあそのこと言ったらね、銀行じゃなんて何個お得なんだよって話。まあね、何個だ。今最大20体合体があるから20個じゃないの。頑張ってください。いや、無理っすね。天ちゃんはカメラで頑張るんで、世月はプリキュアを。なんでプリキュアなんだよ。なんでプリキュアなんだよ。いや、見てるけどさ、毎週見て、リアルタイムツイートもしてるけどさ。服買うの？買わねえよ。買ってどうすんだよ。弊社アイテムと一緒に買って。買わねえよ。ピラピラつんの。やらねえよ。前回ゆいはとサバゲーした時にいたあんな感じでやるの？やめて。あれ加工大変だったんだから。やつきさんってあれやんのか。ちょっと鼻血出るな。やめてやめて。ちょっともう胸焼けして寝れそうじゃないな。やらんから。やらないから。やらんぞやらんぞ。高いんですよね。買わねえの？買わねえよ。使うの？使わねえよ。何すんの？何もしねえよ。世月さんの買い物シリーズ何すんだよ。何かしたいね。いや結構買ってるんですよ、私も。まあ前回のまあ皆さんもね知ってる通り、前回の配信は一番くじね、私30回一人でやってますからね。天元さん4回で。はい。いや1回に使う量半端ないんですけど、お見せできるような買い物あんまりしてないんですよね。まあ天元の場合はね、こういうベイブレードとか買うためにちょっと余力残してるんでね、私結構買うのがパソコンパーツばっかりなんでお店ができないんですよね。天元おもちゃばっかだな。キーボード、マウス、ディスプレイ、その他細々した PC パーツばっかりなんで、特にねお見せできるようなものがないんですよね。じゃあ頑張ってヨツキさん閉めて。閉める？閉めて。じゃあ閉めましょうか。はい、まあ結構ね、いい時間で言いながら結構ね、大体いつも30分で撮ろうと思ってるんですけど、結構いけましたね。はい。はい。じゃあ、またね、今回はここまでにさせていただいて、次回また、多分天元さん買い物シリーズになるかもしれないですけど、まあ、フリートークになるかもしれないですけど、私の買い物シリーズがもしかしたら出るかもしれないので、お楽しみにしていただければと思います。はい。それでは皆さん、閉めて。解散！集合！集合すんのかよ。いつでもアイドル君にてくきすみ、忘れられないから僕の大事なメモリ、どら焼きは主食になれない、ならばうまがくしちゃえば僕の思い通り、ずっとそばで見てるよ、バックアップは任せて、左から右へと出来事があちこちどちち、ここにいるのバスでまだ先でしょ、いい加減に小指から見えないと主張しない、乾いた仕事の音、洗い場ごと柵に触るなんて気にしてるからに決まってんじゃん、子供信じて幸せになれるように礼儀正しく、また些細な挨拶のとこからあの礼儀、いつでも愛なる勇気にていくキスに、忘れられないから僕の大事なメモリ、どら焼きは主食になれない、ならばうまくしちゃえば僕の思い通り、目からピピ覚めないで覚めないで、ぬくもり逃げないで、まだ朝はたっぷりあるからあと5分40分待たせて、